はい、おはようございます。トミーです。ワンデーワンエクササイズの時間です。今日もお尻の運動をやっていきます。お尻とちょっとコアですね、コアっていうか体を安定させる筋肉を使います。はい、床を使います。まず見ていただいて、はい、床に腰を下ろします。はい、で肩痛い人はこうちょっと無理しないように、でその状態でそこからちょっとお尻を上げます。はい、そこからお尻をグッと上げて、よいしょ、下ろす、グッ、下ろす、グッ、下ろす、グッとやっていきます。お尻の力で上がっていきます。あとは肩がちょっときつい角度になる場合もあるので、肩痛い人、肩不安な人は無理してやらないように。はい、じゃあちょっといけそうだなっていう人一緒にやってみましょう。はい、ちょっとお尻を上げます。そっからお尻でせーので一緒にグッと、1、2、3、4、5、あと1回だけ、6、はい、OK。 はい、お尻の運動になってきます。よいしょ。で、これ肩ですね、肩がまああんまり急になりすぎないようにちょっと楽にやっていきましょう。はい、では今6回やりました。6回を2セット朝晩やってみましょう。お尻の運動です。肩痛い人無理しないように。はい、ではチャンネル登録お願いします。バイバイ。今日は曇りかですかね。